こっちもこれは、秘密にしていたパカの。ホーネットで出ます、はい、704M、はい、704です。4マルチピースなんですよこれ。ああマルチピースの、マルチピースなスパーフィネスバージョンですね。はいはい。あ、じゃあ、はい、ちょっとライトな麻生語とかしいけちゃいますね。シーバス余裕でいけちゃいます、はい、はい。この間これ琵琶湖で僕57釣ってきました。57でも強靭に対応する全然大丈夫です。でスーパーオールマイティなロートに仕上げてますんで、はい、ワーミングからプラッキング、もうほんと縦の釣りもこれできちゃいます。霞で1日これで縦釣りしてきました。で P 対応設定なんで、はい、ぜひ感度もバッチリ決まります、はい、次にこれもかなり変態ロットです。は、はい、フリップスペシャル、はい、これもホーネット、はい、これもホーネットで出ます。実はこれ遠藤さんついてるんですよ。あ、琵琶湖のチャプターで戦っている弊社遠藤さんの中村大輔さんにフリップしかやらないんですよ、その人1年通して、はい、それで、チャプターでも常に上位入賞される方が、はい、その人に作ってもらったフリップロットです。マットジョイントで、はい、マットジョイントのワンピースなんですけど 711X ですね。あ、 FP フリッピングスペシャルです、はい。全ての部分でこだわりがあります。まずホーネットにはありえないこのフロントグリップがついてます。これは初めてですね。ただちっちゃすぎますよね、まあ、これ実際逃げないです、はい、バランサーの役目を果たして、はい、それからここですね、フリップには欠かせない坂付けガイド、はい、でフリッピングには欠かせないこの曲がりですね。もう胴までしっかり強いんですけど曲がる、はい、この強さ。ホーネットシリーズだからやっぱお値段もちょっと抑えめで、そうなんです、これ2万円以下なんで実売で1万まあ半ばぐらいで買えちゃ う、はい。これはまあ私実はやっぱ最上位機種ですからね、はい、ホーネットでこういうのがラインナップされてくるのはありがたいですね。今回ホーネットではですね、はい、こういった形で遠藤さんのつく特殊用途モデルっていうのを出します、はい、そういったモデルにはこういう用途特化型タグ、はい、あ、このタグがはいつきます、はい、マルチピースモデルにはマルチピースタグ、マルチピースタグ、マルチピースタグ、はい、でそれ以外のモデルにはですねまだちょっと用意してないんですが、スタンダードモデルっていう青いタグをご用意して皆さんに分かりやすいように、はい、見つけていただきやすいようにしますので、はい、ぜひお店で探してみてください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。